尾崎豊の卒業という歌知ってますか？あ、知ってる。なんか夜の校舎ガラスを窓ガラス、あれでしょ、天の地がよく歌ってるやつ。あ、そうなん。あ、違ったっけ。それはそのこと自体を知らん。まあでもそうなんやろ多分。夜の校舎窓ガラスは壊して回んねん。うんうんうん。でな、今だったらとっ捕まるやつね。ピンとくるこの話。校舎の窓ガラスを割るっていう。ピンとこない。こないやろ。俺らの世代にはくんねん実は。マジで？ほんまにやってたんや。マジか。そういうやつが全国的におったんや。なんか俺らの中学生の時代ってめっちゃ荒れてたんよ。え、ねえねえ、それってその歌に憧れてとかじゃなくて？いや、じゃあもうその尾崎豊のその卒業で歌の前からそういうことは起こった。前からか。むしろその前やってん、その、あ、めっちゃ荒れてたんは。今考えたらなんでやってんのなって感じなんやけど、ほんまに荒れてたんよ、うん、ほんまにそういうことが行われててん、うん、で、まあそれをふと思い出してな、はい、思ってたんやけど、うん、そうやって校舎の窓ガラス割るような、まあいわゆる落ちこぼれとか不良とかヤンキーとか言われる類の人たちやん、うん、まあそういう人たちが、俺は個人的に好きか嫌いかとか置いといてな、それこそ個人的に、これは個人的にやから別に間違った使い方じゃないからいいけど、何のこと言ってるか前の動画見てくれって感じやけど、まあそれは置いといて、はい、それは好きかどうか置いといて、思って、なんか校舎の窓ガラス夜中に侵入してな、ガラス割ってたりしとって、マジで、はい、うち俺が通ってた学校でもあったわ、ほんまにあってんこの話は。それぐらいやってたんやけど、うん、学校好きじゃね、そういうやつって。逆に、うん、好きやからやるんやろ。なんで？いや、分からへんかな。俺な、言ったら、うん、俺多分俺全国レベルで学校嫌いな人間やね、うん、私も負けてないと思うけど、未だに嫌いやからな俺。学校好きとか言うてるやつ頭おかしいと思ってるから。いや、もうそれほら師匠はほらあるじゃん、あのトラウマチックなのが。それもほら動画であるからさ。あ、教頭先生に怒られる。まあそれとは別の話やけど、俺なんかもう、なんせ前にも言ったことあるかもしれんけど、やれとかやるなとか言われるのが一番嫌いやから俺。あ、やりたくもないこと。そもそも学校なんか行きたくないのに来いとか言われて行ってるわけやん。でかといって、はいはい、それでまあそんでさ、なんかちょっと勉強ができへんからっつって、いわゆる不良とかになって、うん、ガラスとか割ったりしてるわけやん、はい、それって学校好きやんけどもしまい、なんて言うたんやろかな、難しい、ちょっと哲学的すぎた、うん、で、アホにはちょっと、弟子には哲学的すぎた、ちょっとストンって来ないよ。来ないですか、うん、いや、なんか学校に興味があるんやろ、だから悪いんやろ。あー、要するにそういうことね。簡単に言ったら、俺はもう学校なんかどうでもいいし興味がないから、どうでもいいんですけど、はいはいはい、嫌いやけどな、嫌いですけど。だから何、その尾崎豊の卒業で歌われてるような、教師に支配されてるだの、大人に支配されてるだの、なんかそういう感覚とか別にないんですけど、うん、俺嫌いなだけなんですけど、ただ単にその支配されてるから、その支配にされている抑圧感から抜け出したいとか、だからバイクを盗んで走り出すとか、そんなん気持ちも別にないんですけど、うん、別に支配なんてされてへんやけ。だからさ、ただ大人は大人で大人の都合で仕事しとるだけの話でさ、別に支配とかそんなんじゃないやんけ。大人かって支配されてるやんけ、そんなもんって話やん、言ったらさ、うん、って思ってたからな俺は中学生の時代から。何をそんな支配された抑圧の反動で、その言ったら不良みたいな犯罪行為をするわけやろ、ガラス割ったりバイク盗んだり、うん、そこはそれで俺バカじゃねえのとか思ってたし、結局お前ら学校大好きやんけとか思ってたわ。で、なんかそんな、そしたらそんな学校嫌えたらこうへんだらええのに、たまに来てはなんか生きたり、生きたことするやん。なんかさ、
そんなことするわけやん。好きやから来てんねんけ、結局よ、みたいな。俺みたいな筋金入りのな、学校嫌いよな、そんなんですらないね。もう、ほんまな、だからもう全員ねって思ってたからな、ほんま。学校なんて爆破されたらええねんって、マジ、俺がなんなら俺が爆破してもええわぐらい思ってたから、そんな窓ガラス割るとか、そんなな、もうなんか低レベルなことなんて考えもせえへんだわ、俺は。っていう、あくまでも、何十年も前の中学生時代のお話ですんで、もう今は関係ないですという YouTube 様に対する予防線を張っといて、これぐらいにしときたいなと思います。はい。